ナンバー60、カルリのワルツですね。比較的弾きやすいと思います。ですね、ベース音弾いた後、1弦と2弦をこう弾くんですけども、これ人差し指中指で、いいと思います。これが1小節目なんですけどもね、C の形で1段目は全部1弦2弦をこう弾いていきますね。で、まあ、人差し指中指比較的こう揃いやすいと思います。こう離すとね、離すっていうのはこう指をこう離すと結構音がねばらけやすいので、まあばらけやすいと思ったらこうくっつけていただくとね、音がというか動きが揃いやすくなって、動きが揃うと音も揃いやすくなります。はい、1段目は、まあ、比較的やりやすいですね。はい、で、2段目です。これで、ベース音に注目なんですけど、ベース音がファミレドという形でこう推移しますけど、これが切れないように力を緩めると切れてしまいます。ここはいいですけどね、このファミレドファミレドっていう、これができるだけこう音をつながるようにですね。それで、9小節目と10小節目、ここのところなんですけど、今まで1弦と2弦弾いてたのがね、2弦と3弦になりますので、1弦と2弦弾いてたのが2弦と3弦になりますので、ここは気をつけてくださいね。ちょっとこう弾く位置がずれますので、そういうことをしっかりと弦を捉えるようにしてみてください。はい、一番下の段17小節目から、こっからね、同時にこう弾かなきゃいけないので、これがねちょっと今まで慣れてないと思いますので、少し苦労すると思います。まずはこの1718のね、この Am で、ここ、人差し指と親指同時で、中指人差し指3弦2弦1弦人差し指中指薬指、こんな形でこう弾きますけど、まずはこの形をたくさん練習して慣れてください。で、この時に人差し指と親指で同時に弾きますけども、親指をね横にピョンと出して、このグッとみたいな、こんなイメージで、お互いこう邪魔にならないようにですね、動きのこう邪魔にならないように、横にピョンと出して同時に、はいですね、同時にで、まあ、できるだけこう手の甲を動かさないで、こんな形で弾いていきます。次でドシドシド、ここはメロディーにベース音が入るところ、まあ、開放、ベース音が開放なのでね、比較的やりやすいと思いますけど、まあ、ここは、こういうところも、まあ、たくさん練習していただいて、レドシドシドで、また Am で人差し指中指薬指、人差し指中指薬指、レドシラのオクターブ、はい、比較的ね弾きやすいと思います。たくさん練習してリズムを崩さないように、できるだけね大きな音で綺麗な音で、音をつなげて弾くように、頑張ってます。